おはようございます。完全にすっぴんの私です。今から旅館の朝ごはんを食べ、完全にタイのお構いでやってる。ノリとほんまに旅館の朝ごはんという感じです。そしてメリはすっぴん&寝巻きです。そしてこれ見てください。普通の納豆じゃなくてしそ盛り納豆っていう、初めて見ました。完全なる観覧注意やで。いただきます。いただきます。おいしい、おいしい。お酒を飲んだ次の日に。朝ごはん食べるのほんま久々ですよね。こんな朝ごはんも食べへんの？あんま食べないですね。はい。シソの、あ、シソのりなんですけど、まあ、納豆の匂い全然ありますけど、で食べた後にやっぱシソのね、香りがして食べやすいです。もう薄すぎて入ってきれへんわ。アサリですよ。徳島名物ですかね。そう、なんか甘辛い的な、なんかアサリみたいなやつ。味濃そうな。美味しい。あ、美味しい。白飯もめっちゃ合いますね、これは。意外と食べれるもんやな。おかわりしちゃう。昨日あれですね、何もおかしなこと起きなかったですね。何のおかしなことって。あ、イケメン撮ってくない？いや、違います。部屋にいろんな着物あるじゃないですか。あ、怪奇現象的な。怪奇現象的な。私たちの部屋にいる怖い置物たちです。で、こう来てこうやから、もうそれはめっちゃ怖いやん。あれ蛇やと思ったら、なんなん、あれ象やん。え、象っすか？私は蛇が…象なんですけど。え、象ちゃうわ。え、いや、象やん。めっちゃ象やん。どこで買うたんこれ。シンガポールとか行った時に買ってるやんな、これ。これはちゃん、シンガポールちゃん、これシンガポール。こう。イケメンと、それってイケメンと。シンゴさんね。どうっすよ、昨日シンゴさんと飲めるんかなと思ってた。引っ張ってるやん、シンゴさん。手の届かない存在なんじゃん、やっぱそうですね、やっぱ殿様っていうね。こっち言うたらスマップのシンゴちゃんより手が届かない存在だった。背がね、シュッとしててお前で。そんな私はシソのり納豆食べるわ。コズエが食べます。タリどっちかでよかったかな。何ですか？味濃いですか？うん、濃くない。やめてですか？やめてます。まだまだ行けそうなんですけど、どうしよう。なんか徳島の観光名所って何なんですかね。意外に気になる観光名所多いな。あんみつ館とか。あんみつ館、ウミガメ博物館。ウミガメの一本槍で勝負してる。やばいやろ。そうですね、妖怪のクオリティの。近隣がこの泣きじじいの故郷やって。あ、そうなん。その割にこの泣きじじいおらんくなっておんの。いや、メインこれですよね。いや、マジでめちゃくちゃ大したことないとこ行きましたよ。でもマニアからしたら、えっ、そこ行ったんやってなるとこなんで、よかったらチャンネル登録お願いします。こんなんめっちゃ謎やん。